会員の女は、オランダ黄金時代の巨匠レンブラント・ファンデインが1644年に制作した絵画である。油彩。主題は、新約聖書、ヨハネによる、福音書8章で語られているイエスと会員の女のエピソードから取られている。イギリスの銀行家、ジョン・ジュリアス・アンガースタインが所有した38点の、 絵画作品の一つで、アンガースタインが1823年に死去したとき、1824年のナショナルギャラリーの設立に際して、当時国内で最も素晴らしいと呼ばれたコレクションと、共に美術館の基礎とするために購入された。現在は、ロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されている。ヨハネによる、福音書8章によると、あるときイエスがオリーブ山に行き、 神殿で人々に教えていると、立法学者たちやパリサイ人たちが女を引っ張ってきて、イエスを訴える口実を得ようとしていった。この女は会員の現場で捕まりました。モーセは、立法の中で女が会員したら、石で打ち殺せと命じていますがどうすべきですか。最初、イエスは地面に何か文字を描いていたが、やがて、あなた方の中で罪のない者が、 まずこの女に石を投げなさいと彼らに言った。彼らはこれを聞くと女を残したまま出て行き、ついにイエスだけになった。結局誰も女を罰する者がいなかったので、イエスは女に、私もあなたを罰しない。今後はもう罪を犯さないようにと言って返した。本作品と共通するレンブラントの1631年の作品、キリストの神殿奉券。 建築物の暗い闇の中で中央のに光が当てられている。マウリッツハイス美術館所蔵。イエスの前で一人の女性がひざまずいて泣いている。広い神殿の内部は暗く、大きな洞窟のような闇が彼女を取り囲む中で、一条の光が彼女を照らしている。背後には巨大な柱と黄金の祭壇が迫り、暗闇にそびえ立つそれらは下に集まった人々を小さく見せている。 絵画はまさに立法学者やパリサイ人が勘員の罪を犯した女を意志打ちにすべきか、キリストに尋ねる場面を描いている。イエスは茶色のローブをまとっており、長い髪と顎ひげを持つ姿は広く認識されている、キリストのイメージである。イエスは落ち着いて動かず、その視線は女性に注がれている。ひざまずいた女性が身にまとっているのは、白のシフトドレスのみであり、 彼女の罪が明らかなようにローブをまとうことさえ許されていない。彼女は頭を下げ、ドレスの袖で涙を拭い、背後に立つ兵士は彼女のベールを掴んでいる。キリストの言葉を待つ男たちの一団には緊張が漂い、男の一人は群衆を沈めるために唇の前に人差し指を立てている。それはまるで女性だけでなくキリストをも非難するかのようである。 背景の祭壇では印象的なろうそくの光のもとで多くの人々が古代の儀式に従っている。本作品はキリストが地面に文字を書いたという物語の細部を重視するニコラプッサンやあるいはピーテル・ブリューゲルの作例とは大きく異なっている。キリストを前景の群衆の中でひときわ背の高い男性として描き、対して女性を取り巻く。 立法学者やパリサイ人らを一段低い場所に描くことでキリストの道徳的優位性を強調している人物を小さく描くことで背景に比重を置くとともに官員の女を中心とした前景部分に画面右から光を当てて鮮明に描くことで不鮮明な背景の祭壇部分とのコントラストを強めているレンブラントは絵画のために 聖書及びフラウィウス・ヨセフスの神殿の記述を研究したと考えられているほか、アムステルダムのセファルディムシナゴーグの影響を受けた可能性が指摘されている。絵画はナショナルギャラリーによって科学的調査が行われている。顔料はレンブラントの絵画に特徴的なオード色、バーミリオン、赤い霊気顔料、塩白、鉛り鈴木、 アズライト、コッタンなどの限られた数の顔料が使用されている。本作品のパネルに使用されている木材は、他のレンブラントの絵画、ベルリン絵画館の洗礼者、ヨハネの説教、ティッセンボルネミッサ美術館のベレー帽と2本の金色の鎖を身につけた自画像、メトロポリタン美術館のヘルマンドーマーの肖像、ボイマンスバンベイ人間美術館の 荒れたアドリアンスドルの肖像のパネルに使用されている木材と同じ木から制作されたことが判明している。絵画の所有者として知られている最初の人物はアムステルダムのウィレム・シックスである。1803年に彼は同じくアムステルダムのコクレールに絵画を売却した。その後、絵画は1807年6月13日の競売でベルギー出身の画家であり美術賞。 美術コレクターのピエール・ジョセフ・ラフォンテーヌに売却され、その翌日にアンガースタインはラフォンテーヌから絵画を購入したという。ナショナルギャラリーが絵画を購入したのはアンガースタインの死後の1824年のことである。ありがとうございます。